田にフォレストカレッジっていうのは森に関わる100の仕事を作るっていうのをコンセプトにやっていて、森の仕事ってこう林業とか製材業とかっていうイメージが強いと思うんですけど、もっと森って価値があると思ってるし、面白いで気持ちがいい、森が持ってるものっていうのを仕事に変えていくっていうことで、森が豊かになって暮らしも豊かになるっていうような学び合いながら作っていけたらいいなっていうのがこのフォレストカレッジ学校ですね。今回本当リアル開催なので、実際森を歩いたりとか森を体感するっていうことにすごく力を入れていて、あ、森っていろいろあるんだということを知ってもらえたら一つはいいなと思ってるんですけど、そこからもちろん専門性いろいろあるんで、自分自身の、仕事とか立ち位置とか得意技と森っていうのを掛け合わせて、その人の人生も面白くなるような挑戦とかが生まれてきたらすごいいいなと思いますし、そうすることで多分森側、まあ、僕ら側、まあ、森の近くで暮らす僕たちも、提供できることが出てくるだろうし、まあ、そうやってコラボレーションしながらいろんな仕事を生み出せたらいいなっていうのは思いますね。はい、皆さんこんにちは。稲田にフォレストカレッジの2022年の、開講式を始めていきたいなと思います。皆さんよろしくお願いいたします。今日からですね、3日間、まあ、森の中を点々としながらいろんなことを学びつつ、皆さんの中で何か発見や、やりたいこととか、もしくはなんか連携したいねということが生まれてくるととても嬉しいなと思っています。今僕田君の方からも話がありましたけども、せっかくのね、つながりをですね、皆さんお家に帰ってから普段の生活の中で何か新しい芽として芽吹いていただけると、このフォレストカレッジ のやってる意義があるかなっていうのを思いますので、3日間、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ここでいろいろこうつながりを得て移住に向けて動きたいと思っています。神奈川、川崎から参りました。安曇野にちょっとアウトドアショップをオープンしようかなと思って、皆さんと一緒に今回の3日間でいろいろ勉強できればなというふうに思っております。まあ、大阪から来るんで雪の心配とか少ない、いいなし、昨日から一応住んで林業ということを知るいい機会だなと思って、趣味で林業の漫画を描いてまして、皆さんと話したりする中で何か得るものがあったらなと思って参加してもらいました。中国の北京から出身です。森の知識に全然そんなに初心者なんで、なんかいろいろ勉強したいと思います。飯能市役所というところで公務員を13年間ですね、もう林業しかやってないと、まあ、森林とか林業で、まあ、元気にしたいなと、そのヒントですね、持ち帰りたく、参加させていただきました。テーマとしましては、山の経営いかにこう良質なプラットフォームを作るかというところが、どう人を呼ぶかっていうのはやっぱりまだまだ課題であるなっていうのは思っていて、森を良くするために僕は山側からアプローチしたいなっていうふうに思っていて、事業設計に生かしたいっていうのと就職先に生かしたいっていうのがあったんですけど、9月の次の合宿までにはこういうことをやっていきたいって言えるようにしていきたいな。山歩いてて切り株見たら、あ、この木はどっちに倒したのかなっていう風に見てもらうと山のその歩き方がね、一つ楽しめると思う。コナラとかクヌギも切ってあげるなら若いうちに切ってあげた方がまた森が作れる。クワガタとかカブトムシたくさん取れます。子供たち喜ぶような場所になってると思います。この林業とかがうまく回ってる地域っていうのは、切った木ほとんどを地域の中で使っちゃう、そういうシステムがやっぱり地域としてできてるみたいで、
画みたいなものは全てご自身で。女性のメンバーで松のソムリエと言われる。実際に木を倒しながら山の整備をしてもらう。僕らがどんな流れで仕事をするかを見てもらうので、このラインの90度方向を向くように設計されているので、刃を当ててみて。切る木は自分たちの年上で、次に植えた木は自分たちの世代ではもしかしたら切らないかもしれない。で皆さん一応それで言ってたのは、木を切る時に、この森をどうしようか考えて、自分たちでどのような木を切るか、どの木を切るのか、どの木を生かすのか。丸太引き、複雑製品引きの木があるのに、なんでそこの木の、木材として利用できないんだろうというふとした疑問が、その林業というか山のことと出会うきっかけになりました。本当に今回参加してよかったなと感じてまして、皆さんと本当に話してる中でいろんなアイデアが湧いてきて、今回学んだことを生かしていきたいなと思いました。みんなも全然違う意見を聞けるっていう、この話し合いの場が本当に貴重で、本当に楽しくて、意見をもっと聞きたいぐらいな感じでした。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しくて、伝えたい、僕らは。森と生きるっていうのはすごい心地がいいもんだっていうことを伝えたいので。私は大阪出身で長野に行って、森とまず皆さんと出会ったので、本当に素敵な人たちばかりで、本当に素敵な仕事だなっていうのを、ずっと感じてきていて、で、それを、皆さんに少しでも感じていただけたんじゃないかなというのを、今日のお言葉をいただいて、その感じたので、すごく嬉しかったので、今日まだ終わりじゃないんですよ。もっともっと面白いことを皆さんでやりたいなという気持ちで、終わっているので、これからもお願いします。